早乙女あての役の七瀬彩香です。こんにちは。作品を初めて読んだ時の印象はということでですね、私オーディションを受けさせてもらう時にコミックスの方を最初読ませていただいたんですけど、一巻の表紙がですねアテナちゃんなんですけど、結構あれあれ露出が多いなっていうのが表紙の第一印象でですね、こんな感じの衣装なんですけれども、それでこう読み進めていくと、もう結構最初の序盤の方からハプニング続出っていう感じで、すっごい面白いと思って、こう読み進めていくと、どん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 いろんな人とのハプニングが起こるんですけど、そのハプニングがですね、誰一人としていやらしい感情を持っていないのに起こるっていう、全員がピュアな気持ちを持ってるんですけど、なんかそんなハレンチなハプニングが起きちゃうみたいな、エッチなシーンでも抵抗なく面白く読み進められたなっていうのが印象です。女神寮の寮母くん、放送まであと5日です。